はい、皆さんどうも、パンタマンでーす。はい、今月もまたやってきました。あのシリーズですね。反逆シリーズ。はい、皆さん、お待たせしました。今月のね、反逆シリーズ。ちょっとね、まあ、今までのが、まあ、ちょっとね、いつも毎月、何、今月なんだろう、今月なんだろうってね、メインのカードなんだろうってね、気になるところではあって、まあ、期待もしてたんですけども、今月はね、ちょっとな、ちょっとあれって、そっち行ったかと思った、シリーズというか、オリパになっちゃいましたね。はい。またちょっと、開封モードの時にね、内容と、はい、パッケージ見せていきたいと思いますけども、はい。まあ今月6月ほんまに蒸し暑いですね。なぜ蒸し暑いの？ 6 月だからだよ。6月確かに蒸し暑い。でもね、一番まあ蒸し暑いのはね、やっぱり心ですね。はい。ムサックスし心が毎月のようにこうね、この時期だと蒸し暑くなるっていう心、あと頭。はい。それが働いても蒸し暑い。そんなイメージがあるから蒸し暑い。だと私は思っております。はい、ということでですね、反逆シリーズ今月も開封していきましょう。さあ楽しみだな、いきましょうか。はい、では開封モード。はい、皆さんお待たせしました。どんな声だよ。はい、今回はオリパ、反逆シリーズですね。聖眼に対する反逆か、あ、どっかで見たなと思ってね。復活って書いてるんですよね。はい。つまりまあ、復活シリーズなんですよね。はい。まあ、多分1月だったかな。1月確かに聖眼に対する反逆か開封したと思うんですけども、それの復活バージョンですね。はい。今月出たということですね。はい。まあ、商品内容を説明していくと、また限定200パックあって、まあ、今月中の販売になりますということですね。まあ、今のバージョンもまた、最高クラスは愛玩かもしれませんね。はい、こうやって書いてると。もちろん、アジアクラス、多種多様カード不入と、初期カード不入。まあ、引き換え券も不入なのかな。今回、引き換え券不入って書いてないかな。はいはいはい。はい、まあ、激レアね、商品多数。カード多数ということなんでね、毎回ね、おなじみの、はい、反逆シリーズ、配布していきたいと思います。今回は2口ですね、はい、買いましたんで、ちょっとすぐ終わっちゃうかもしれませんけども、開けていきたいと思います。はい。まあ、この感じで復活バージョンがね、出てくるってなると、もしかしたら、来月あたりもそのパターンで来るかもしれませんね。おそらくね。はい、今回はちゃんと2口ついてますね。演出もありませんね。はい、なんで普通のやつだと思います。もうほとんどもうバンダマンは見慣れてきたからね、毎月やってるから。あれなんですけども、はい、ではね、一口目サブカードから、開けていきたいと思います。いきます、せーの、バンダ。お、ここで圧縮ですね。はい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 。何の圧縮だろう。サブテラーマリスの妖魔。はい。サブテラーマリスの妖魔。え？これ圧縮だけどな、これなんかエクストラっぽいね。なんか光り方はね。圧縮だけど、圧縮専用、あ？コレクターズのあれかな？コレクターズバージョン？なんだ？ EP17、JP。はい、ちょっとね、もう、バンダマンの領域ではね、ちょっと、おそらく、まあ、わからない、シリーズだと思います、これは。はい。なんで、もうスルーしたいと思います。はい、次。はい、メインカードですね。はい。開けていきたいと思います。聖眼に対する反逆か、復活と。まあ、おそらく、こう、まあ、これは、ね、当たりはないと思いますけども、まあね、はい、どんなカードなんでしょう。いきます。せーの、バンダ。おほー、圧縮できた。これは何？何なんですかこれ？蛇竜星ガイザーっていう圧縮のカードですね。はい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 。
ちょっと待って、見にくいか。これ見たことないな、こんな初めて見ましたね、バンダマン。新しいシリーズではなさそう。 NECHJP051 で読んでも全く分かんないんですけどね、うん。あー、ちょっと分からない領域行きましたね、ちょっとバンダマンとからちょっと離れちゃいましたね、これ。うん、バンダマンの頭から、これはちょっと分かりません。はい。うん、光り方もね、うん、エクストラっぽいし、こっちは普通に圧縮ですね。うん、縦軸。うん。でもちょっとわかんないな。はい。はい。まあ、一口目はこんな感じという感じですね。値段の方も予測不可能。という感じです。はい。では次。一口目ね。はい。最後ですね。開けていきたいと思います。もうこれで今月終わっちゃうから。お!これは、赤スリーブ。まあ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 、こっちはね、ないけども、こっちはないけども、赤スリーブですよ、皆さん。これは結構いいんじゃないですか?まあ、黒じゃなくてよかったなと。まずそこですよね。そこに驚きですね。はい。赤スリーブはなかなかいい、良さそうな感じがしますけどね。え、初ゲットかな、赤スリーブ。あ、ちょっと忘れちゃったな。反逆シリーズ赤スリーブあったっけな。はい、いきます。じゃあラストパック、サブのカードですね。いきます。赤スリーブは一体何なんでしょう。せーの、バタ。おおおお、え、これトゥエンティスじゃん。おお、やった。あ、これって、あ、イラスト、と、あ、待てよ。マジシャンオブブラックカオスマックス。あ、マックスじゃない、これ。なんだ。マックスか、マックス。あれ、これなんだったっけ。え、これの、20周年、あ、え、これって、なんかのパック、え、記念パックだったっけについてたやつか。あ、すいません、忘れました。ちょっと記憶がほんまに薄れてるけど、まあまあ見たことあるね、もう全然。これってなんかあれだね、 V ジャンのあれでも、イラストのなんか絵のやつでもなんかね、送ってなんか買えるみたいなやつじゃなかったっけ、このイラスト。ねねとか言えて全然わかんないんだけど。はい、ということで、トゥエンティスがここでもうサブで来ちゃってるんで、もしかしたらもうこっちもメインもトゥエンティスかもしれませんね。はい。一体何のカードなんでしょう。当たりはないでしょうけどね。はい。演出もありません。はい。ラストパック。せーの。ボタン!おっは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 !これさ、ミッサワさんだったらあれだよね。うん。ガラタって言っちゃうタイプの。あれだけど、俺ね。俺、一体なんて呼べばいいの、こいつのこと。ガッターって。パクリになっちゃうからね。まあ、三沢さんだったらそうやって呼んじゃうだろうけどね。やったわ。やばい。いや、これは当たりっすね。はい。はい、これはアド取りましたね。はい。ブラックマジシャンガールの、はい、トゥエンティースですね。これは、レジェコレかな、レジェコレで当たり枠に入ってますもんね。はい。これもレジェコレ?レジェコレ、レジェコレ?うん。こっちがレジェコレだね。そうだね。レジェコレ。コレクションだもんね。はい。ということで、はい。今回ちょっと、結構ええのが来ましたね。ちょっと一口目はちょっとよくわかりませんでしたけども。こいつしかも順番もちょうどよかったな、なんか。最後に引けてね。あ、最初にこう開けといて。はい。ブラックマジシャンガールの、はい。トゥエンティースシックですね。おはは。これでまあ1万8000ぐらいかな。もうちょっとすんのかな。買い取りだとそれぐらいかな。でもまあ、あとは取れてますね。はい。ということで、まあ、こっちではちょっとどうなってるか、負けてるとは思いますけどね。どれぐらい返ってきてるのか分かりませんけども。こっちは、一口は勝ってますね。はい。よし。まあ、今月も、はい。
反逆シリーズ、ご視聴ありがとうございました。はい、最後にですけどね、ちょっとお知らせになりますけども、5月にですね、バンダマン、1周年を記念してですね、プレゼント企画の方をね、動画で上げさせてもらってます。ツイッターの方でもね、ツイートさせてもらってるんですけども、まあまたねそれ見といていただいて、まあスイッチをね、今回プレゼント企画と、まあ出してますんで、はい、内容を確認して、もし気になる方はどんどんご応募ください。はい、お待ちしております。はい、皆さんもっとね、楽しくね、こうはなんだろうな、まあバンダマンはその面白いをメインっていうか、なんだろうな、みんなとこう盛り上がっていけたらっていうのが、一番強い、強いか強いのかな、強いっていうか、ちょっと あまりうまく表現できませんけどね、表せないですけども、まあ楽しんでいけたらいいんですよね、やっていて、面白いというのがね、一番なんでね、面白やっていても面白くないっていうものはね、あまり出したくないんでね、はい、皆さんどんどん盛り上げていきましょう。はい、では、最後までご視聴ありがとうございました。はい、また、来月の反逆シリーズもね、ぜひ、皆さん、だいぶ時間が経ちますけども、はい、待っておいてください。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。バンダマンでした。またねー。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。